世界各地で展開している料理の宅配サービス、ウーバーイーツが仙台で始まって1ヶ月が経ちました。外出自粛が続く中、いわゆる巣ごもり需要で利用者が増えています。ウーバーイーツは世界の45以上の国と地域で利用されているフードデリバリーサービスで、国内では2016年にサービスを開始し、これまで全国16の都府県で展開しています。先月2日から宮城野区、泉区、青葉区、若林区の一部地域で、東北で初となるサービスが始まりました。使い方は簡単。アプリをダウンロードし、配達先を指定すると、配達可能な飲食店が表示されます。あとは好きな料理を選ぶだけです。料理は配達員が自転車やバイクで指定された場所に届けます。代金はアプリに登録したクレジットカードなどで支払い、1回につき350円の配送手数料がかかります。青葉区国分町にあるこちらの居酒屋も Uber Eats を投入。もともとランチで提供していたボリューム満点の肉丼など、丼6種類を配達しています。4月の2日にスタートして、徐々に売り上げは上がって、1ヶ月800本ぐらい売れてますので、大変助かってます。自粛要請と並行していると思いますね。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、売り上げは以前と比べ9割ほど減少しました。外出の自粛が続く中、いわゆる巣ごもり需要で宅配による売り上げが伸びているということです。今、1000円でも2000円でも、売り上げが欲しい時期だと思うんですけど、もっともっとこの Uber Eats さんを利用していただいて、少しでも売り上げを伸ばしていきたいなと思っています。Uber Eats の仙台上陸から1ヶ月。開始した当初は市内およそ180店舗が登録していましたが、現在は250店舗にまで増えているということです。Uber Eats では配達員のマスク着用や商品を玄関先に置くといった対応を取り、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めています。また今後、県内の対象地域を拡大していきたいということです。